クルブ・ウニベル・シタリオでデポルテスは、ペルーの首都リマを本拠地とする、サッカークラブである。1924年、サンマルコス国立大学の学生たちによって、フェデラシオン・ウニベル・シタリアの名で設立された。1931年に、現在の名称となる。ペルーリーグで最多の26回の優勝を誇る。1972年には、ペルーのクラブとして、 初めて、コパリベルタドーレス決勝に進出した。ウニベルスタリオの最大のライバルは、アリアンサリまである。この2チームの対戦は、スーペルクラシコデルフトボルペルアーノと呼ばれ、ペルーで、最も関心を集めるダービーマッチである。また、スポルティングクリスタルともライバル関係にあり、この2チームの対戦は、現代のクラシコと呼ばれている。中、選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ウニベルシタリオのクラブカラーはクリーム色、マルーンと黒である。ホームゲームの際には黒いソックスとクリーム色のユニフォームを使用する。アウェイの際には黒いソックスでワインレッドのユニフォームを使用する。クラブ例名機は白のユニフォームを使用していたが、ユニフォームを 洗濯屋に送ってしまったために次の試合に参加することができなくなったことがあった。クラブのマネージャーは洗濯屋に急ぐように訴え、なんとか間に合ったが、ユニフォームは白に黄色が混ざった状態に変色していた。洗濯屋はユニフォームからバッジを取り除くのを忘れていたため、バッジから赤色が染み出して白いユニフォームに混ざり、それが 作業工程で黄色くなったというものであった。クラブは試合に参加するためにクリーム色のユニフォームを使用するしかなかった。しかしその試合に勝利し、その後もいくつかのタイトルを獲得することに成功したため以降、クラブはクリーム色を幸運な色として新たに用いるようになった。クラブの最初のスタジアムはエスタディオロロフェルナンデスであった。名称は クラブ史上最も有名な選手の一人であるテオドロ・フェルナンデスにちなんでいる。1万5千人の収容力を有したが、重要な試合の際にはエスタディオ・ナシオナルを使用していた。その後、収容能力は4千人まで減少して、現在はユース等の株組織の試合に使用されている。エスタディオ・モノメンタルは2000年に完成した新しいスタジアムで最初の試合は、 ウニベルスタリオとスポルティングクリスタルとの間で行われ、ウニベルスタリオが2から0で勝利した。同時に、ウニベルスタリオはこのスタジアムを使用するようになった。8万人の収容能力を誇るペルーで最も大きなスタジアムであり、南米で最も近代的なスタジアムのうちの一つである。ありがとうございます。